はい、どうも皆さん、メガネが光っちゃう。はい、どうも皆さん、お久しぶりです。ちーです。はい、ということで、メガネ取ったら何も見えないんだけど、今日は土曜日でございます。そうでね、今日の予定が午前中はとりあえず掃除をします。そう、だから午前に掃除して、で午後にデビのお母さんに会いに行って、で夜はパーティーっていう感じのスケジュールになります。はい、まあ、なのでね、その様子を撮っていけたらなって思ってるんですが、みんなちょっと後ろを見てもらうと分かる通り、なんかすごい中途半端にタイルみたいなのが貼ってあるんですけど、これ昨日私がね、貼り始めたやつです。で、本当になんか見せるね。じゃん。なんか1枚のシートがこんな感じになってて、まあ、30センチ30センチで、これをこう重ねて貼っていくっていう感じなんだけど、これなんだろう、結構匂いがね、なんかプールバッグってあるじゃないですか、小学校の時の。ああいう感じ、こうビニールの匂いがちょっと強くて、とか途中でね、すごいもう気持ち悪くなってきちゃって、昨日全然。だからもう一列で終わっちゃってね、なんかすごい中途半端に貼ってあるんですけど、これも午前中に全部貼っていきたいなって思います。はい、まあ、なんでね、オーガナイズしたり、片付けしたり、掃除したり、壁貼ったりする午前中になりそうです。There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole?Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold. じゃーん。今ね、さっき下の部分、こっちの面の下の部分だけをやってたんだけど、ここの上と、あとこっち側も途中までやりました。結構意外と難しくて、これが2時間ぐらいかかりましたね、このやるのに。であと隙間はね、また埋めていこうかなって思います。ちょっと今日時間がないので、今日はこれぐらいにしときたいと思います。 It's okay. We can chill here.ついてとかいろいろ喋ってたらね、すごい時間が過ぎちゃいました。そうで、まあチャームサイドっていうショッピングセンターにちょっとだけお買い物にお母さんと行ってきて、で今もう戻ってきたので、これからまた家に戻って
まあ、そう帰ってパーティーしたいと思います。はい、皆さんおはようございます。今日は、日曜日でございます。で、昨日いろいろ撮るつもりだったんですけど、あのパーティーの様子とかがね撮れずにいましたそうだけど、あの友達がねお家に遊びに来てくれて、でみんなでご飯食べてっていう感じで、すごい楽しかったです。そうで、今日は何をしようかと言いますと、午前中もうね11時なんですよね、実は。そうなんだけど、まずこの間あの私粘土で花瓶みたいなのを作ったんですけど、それをあの塗る、色を塗る作業をしようと思ってて、そんな感じで、まあ家のことをいろいろやる一日になると思います。はい、ということで今ちょっとバルコニーで作業しようと思います。ね、この花瓶花瓶ですね、これを作ったんですけど、作ったって言ってもこれあの元々何、ウイスキー、お酒が入ってたグラスの上に粘土を重ねてあの乾かしました。これあの空気乾かすだけの粘土ですね、前使った。ただちょっとねひびがこう生えてきちゃって、そう、まあ、でもこれもう直せないというか、もう直さずにそのままあの色を塗っていこうと思います。もう一個作ったのがこれがキャンドルトレーですね。なんか大きいキャンドルをゲットしたので、それをここに乗せる用のトレーを作りました。で、今回色を塗るんですけど、ちょっとなんだろう、陶器っぽい感触っていうのかな、表面素材を出すためにこのベーキングパウダーを使っていこうと思います。これ私なんかね、なんかのブログで見たやつなんですけど、絵の具にこのベーキングパウダーをちょっと入れると、ちょっと陶器っぽいテクスチャーの表面ができるみたいです。でもやったことないので、ちょっと適当に肌感でやっていこうかなって思います。ちょっと今回グレーっぽい色にしていきたいので、白と黒を混ぜて、多分ねちょっとね濃いから水を入れるべきだと思います。こんな感じのテクスチャー、ペースト状に塗るぐらいがいいっぽい。なんかダマダマになっちゃった。サイバーサイドアフィスダン、All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.ということで、さっきクレーに色を塗って、だいぶちょっとなんか手作り陶芸っぽくぽいテクスチャーになりました。でね、なんかいろいろ片付けしたりしてて、もう今3時です。じゃーん、まだ途中なんだけど、こんな感じでだいぶ壁が埋まってきました。いいね、ちょっと物が。そうで、オーダースペースを全部使ったんだけど、ここの部分が余っちゃったので、ちょっと今また新しいのをオーダーしてるので、ここがね埋まれば全部、完了っていう形でね。いいですね、いいですね